鉄狼山で窮地に陥った魏軍であったが、諸将の働きでこれを挽回。郭淮を救出すると、そのまま蜀の軍勢を撃退した。しかし蜀の脅威が往年の諸葛亮のごとく、魏へ攻め来たるは明白。また孫吾の動静も予断を許さない状況であった。しばしは来たる戦乱に備え、魏内の体制を盤石とすべく動く。軍および宮廷内で己の障害となるものを次々に処断。果てには魏帝双方を廃位、新たに双方を帝の座に据えた。このしばしの急進的な動きに対し、反しばし勢力が団結。年が明けて早々、漢丘県文金らを中心に樹春の地で決起した。だがこれこそ葬儀のうちを粛清し、愚かなる者を一掃する好機。しばしは当該、荷重、郭淮と共に自らその鎮圧に赴いた。しばし言、天下の頂点を目指すぞ。漢丘県に文金か。双方範囲でついに不満が吹き出したようだな。だがこれで葬儀に執着する者が知れた、いやあぶり出されたと言っていいな。まさにしばしにとって後の憂いとなる輩どもです。それが先の一件でついに姿を現した。今撃てるならば好都合というものでしょう。確かにな。荷重よ、この戦任せてもよいな。無論そのための私です。世をいたずらに乱すボングどもを滅せ。全軍縦に分かれて城を包囲せよ。敵は牢城の構えのようですね。故意に出てこないわけではなさそうですが。奇襲か増援か、何か手は打ってくるはずだ。敵の手が読めぬうちは慎重に軍を進めよ。際立つ武をお持ちだ。あなたこそ表舞台に立つにふさわしい。文金が子、文次賢、いざ参る。文王だ、文王が来たぞ。ほう、奇襲で本陣を一気に陥れる作戦か。本陣を守らねば。文金が子、文次賢、押して参る。おう、文金には過ぎた息子だ。すぐに追撃します。待て、あの者はいい。文金の包囲を固めよ。愚か者を締め上げつけ。はっ。報告、五軍の増援が接近中との情報あり。この増援に皇軍を牽制されては厄介です。直ちに皇軍を再開し、城を包囲しましょう。待て、それでは包囲中に攻撃される。敵が奇襲に使った道を遡る。吸収するぞ。我らは五軍の増援に備えとどまろう。
いしても遅いぞ。神妙にいたせ、ゴガス助太刀に参ったぞ。予想より敵の到来が早く、味方が耐えているうちに城を落とす。攻撃すれば挽回できます。私を出撃させてください。ならん。それが切り札なのだ。優しくしておれ。いつがその時なんです。あやつを撃てば流れは変わるか。よし、合うぞ。ブーン、罠、地中に罠は何のために戦っている。愚かな父
指に従い、いたずらに世を乱すため疲れろ。け、たばけたことを。私は無事目の前の敵を打ち払うのみを。疲れろ。このレイン、このままでは済まさんぞ。次に会う時が貴様らの最後だ。どうする。ああ、まずこいつらの言い分を。初段あるのみ。そうですね、しばし殿。果樹、お前連れて行け。師匠、上に立つ者は決断しなければならない。時に苛烈でも非情でもだ。進む道を見据え、考え、答えを出せ。のらりくらりしていられる時間はもうお前にはない。乱を起こす。父は道を外していました。ですが、私にはそれを正せなかった。私にとってはかけがえのない父でしたから。この私にも初段を。今回のことは許されることではありますまい。お前は自分でそれが分かったんだろ。なら命を投げ出そうとするな。俺たちと一緒に来ればいい。はっ。これが俺の答え。